エリカンとシニ。これは灯台を見張りをする2羽の友情物語です。場所はモンテビデオ。偶然なことにこの2羽の名前はモンテとビデオと言います。なぜ小さいやつが大きいやつを見守るか。実はペリカンのモンテは無遊病なんです。つまり寝ながら飛んでしまう。だから誰かが一晩中見てないとダメなんです。そしてその誰かがシギのビデオというわけ。本当に献身的なんですよ。これこそ真の友情でしょうが、モンテは気づいていません。ほら、始まりましたよ。爆撃機のつもりでいる彼をビデオが阻止します。ああ、ビデオがいなかったらどうなってたか。ハラハラしっぱなしです。そうに大変ですよね。これが毎晩繰り返されるのです。そりゃ疲れますよ。でも皮肉なものです。夜明けとともにモンテは元気に起きるんですから。1212アップダウンアップ、ビデオが疲れている理由が分かりません。こんな朝寝坊は放っておいて、朝ごはんでも食べに行くか。ああ、飛行訓練の話を忘れてました。毎日近くの基地でやってるんです。モンテは飛行機が大好き。でもビデオには耐えられないようです。次の夜、ビデオはある方法を考えました。これがうまくいくとは思えないのですが。目の周りはクマだらけです。何か方法があるはず。ビデオは知恵を振り絞ります。ダメだよモンテ。一体どうしたらいいやら。これもあれもダメ。無理、もっと無理、絶対にダメ。これなら、あ、そうだ、これだ。
問題は解決したようです。早く気づけばよかった。これがビデオのおかしな明暗です。モンテが睨みつけます。悪ふざけはやめろ。昼に眠ってたのは夜俺にいたずらするためか。このちびすけ死に野郎め、もうお前なんて信じられない。出て行け。二度と東大に来ないでくれ。友達だったのに。失せろ。ビデオは去りました。美しい友情は壊れてしまいました。一人ぼっちのモンテ。あ、恐れていた事態が。付き添いなしで出かけるつもりです。基地を飛んでる気なんでしょう。今夜は一人で訓練です。あ、仲間がいました。軍が夜間訓練しています。何しやがる。前を見ろよ。なあ、なんで俺はここに。寝ながら飛んでたことに気づき、ビデオのことを思います。悪いことしまった。こんなにギリギリだったんです。こうして二人は仲直りし、友達に戻りました。ああ、モンテの無用病、ご心配なく。ビデオが解決策を見つけました。でも朝には目が回ってるでしょうね。